皆さんこんばんは。今回はスクラップメカニックをプレイしたいと思います。ではメインメニューからプレイをクリックします。ゲームモード選択画面です。サバイバルを選択します。ゲームデータ選択画面です。動画用に作っておいたデータを選んでプレイをクリックします。時刻、ゲーム内の時刻は0時7分です。場所は例によってメカニックステーションの真正面ですね。今回は何をするかと言いますと、この作りかけの車を車に、まずはリフトで上げておきましょう。2番を選んで左クリック、もう1回左クリックで設置されます。この作りかけの車に、今サスペンションが消えてますけど、こういう現象がよく起こります、このゲームは。でもちゃんとサスペンションはこのブロックとつながっていますので、ご安心ください。完全に宙に浮いている状態になってますね、このブロックが。よくあります。今回はこの作りかけの車にホイールを4つ取り付けたいと思います。ホイールをクラフトするところからやっていきますが、まずはホイールに必要な材料を確認してみましょう。これがホイールですね。この隣にあるのはビッグホイールといって結構大きいホイールが作れるんですが、材料もそれなりにたくさん必要になるので、今回は普通のホイールをクラフトしたいと思います。必要な材料はホイール1個につき、ウッドブロック1が15個、メタルブロック1が5個、これがハニーワックスというものなんですが、それが6個必要というところで、まずはウッドブロックを足りる状態にしないといけませんね。なので、ウッドブロック1をクラフトします。ウッドブロック1の材料はスクラップウッドブロックですね。ウッドブロック1を10個作るのに、スクラップウッドブロック15個が必要なので、90個あればホイール4つ分足りるので、今足りてますね。というところで早速ウッドブロック1をクラフトしていきましょう。2つずつ60個必要なので6回クラフトボタンをクリックしないといけないですね。あと4回です。あと3回。あと2回。あと1回。これでウッドブロック1は足りるはずです。次は何かというと、メタルブロック1はちょうど20個ありますね。ホイール4つ分ちょうどありますので、これでよしよしということで、次はハニーワックスなんですが、今手持ちのハニーワックスがいくつあるかと言いますと、このラージチェストじゃない、バックパックの中に入ってるんですが、19個しかないんですね。ホイール4つ分だと26個じゃない、24個必要なので、6、4、24、24個必要なので、あと5個足りないということなので、ハニーワックス集めに行きます。ハニーワックスはどこで取れるかと言いますと、蜂の巣を壊すことによって得られます。ちょっと蜂ちゃんたちにはかわいそうなんですが、ここは我慢していただいて蜂の巣を壊します。あ、遠くで光ってますね。あれを先に行ってみましょうか。夜の方が発見しやすいんですよね。あの光っているのはダメージドクレートなんですけど、昼間よりも夜の方がこのように目立つので発見しやすいんです。ただ、ダメージドクレートの近くって必ずほぼ確実にヘイボットがいるので、ほらいますよね。右の方に、画面の右寄りの方にヘイボットがいるので、注意しながら近づいていかないといけません。まずヘイボット、どうせヘイボットに襲われるので、先に倒しておきましょう。はい、気づかれました。さあ、おいで。おいで。ハングリー、ここでハングリーか。はい、来い。1。2、3、4、5。はい、クリアですね。ハングリーなので、ここでレッドビートを食べておきます。
ンシドクレートの近く、まだいるかな、まだいそうな気がしますね。ヘイボット遠くにいるな、近くにはいなさそうなので、こいつをゲットしていきましょう。ガソリン4つ、コンポネントキット、ありがたいですね。今回はありがたいものばかり手に入りました。で、蜂の巣がどこにあるかと言いますと、今真正面に見えているような岩が、崖のある岩、こういったところの崖の崖面に巣が作られていることが多いです。ありますね。これでちょうど5個ぐらい揃いそうな、1つの蜂の巣につき2つか3つぐらいゲットできるんですよ。両方壊しました。あ、たくさん取れましたね今回。 1,2,3,4,6 個ありますので、これで十分ホイールの材料が揃いましたね。というところでメカニックステーションに戻っていきましょう。空はすっかり明るくなっております。現在のゲーム内時刻は5時47分です。そしてこちらのアウトプット側のラージチェストからウッドブロック1を取り出しまして、インプット側のラージチェストに、ここはもう入らないので、こっちの左寄りのラージチェストに移動させますと、そしてホイールのクラフトをいよいよ行いましょう。2つずつ作れますね。たっぷりあります。材料がたっぷり揃っています。 1,2 あと2回クリックします。今回はホイールの取り付けまでやって動画は終わりにしたいと思います。車を走らせる車が走れる状態にするのは次回以降の動画でやろうと思ってます。こんなことでも喋らないと間が持ちません。1個作るのに20秒かかりますね。はい、これで4つ目のホイールです。アウトプット側のラージチェストを見るともうすでに2個できているので、早速取り付けていきましょう。バックからこの辺りにホイールを置いて9番と0番に置きました。でスロットを選んで、このようにベアリングの真上にカーソルを当てて左クリックすると取り付けられます。ちゃんとベアリングのところに取り付けるのが大事ですね。こっちか。そしてホイールを取り出してスロット0番9番スロットに入れて、反対側車体の右側ですね、右後輪をつけて右前輪をつけました。これでホイールが4つ揃いました。リフトを外してみましょう。このように地面に4つのホイールをつけて車らしくなってきました。だいぶフロントが下がってますね。やっぱりエンジンがあったりドライバーズシートがあったりするので重いんですよね。で、サスペンションのレベルが今1になってるんですね。オフを0と見た場合に1,2このレベル1、サスペンションレベル1の状態だと3まで、レベルじゃない、この3、メモリの3のところまでがリミットになってますので、リミットまで上げておきます。そうするとバネが強くなって、このようにサスペンションが伸びた状態になります。かっこいいですね。これもすっかり縮んでますので、レベルというかメモリ3のところまで上げておきます。このようにサスペンションが伸びましたね。リミットまで上げます。下がった。こちらも
リミットまで上げます。これでサスペンションの効いたいい感じの車になりました。水平になっています。前後がちゃんとサスペンションの力によって水平になっています。これでやっと最低限の車の形ができましたね。次回の動画で、ほら今触ると全然制御が効いてない状態なので、ホイールが変な方向向いちゃいますね。これだと、この状態だと車として走れませんので、次回の動画でこの車をちゃんと走れる状態に持っていきます。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。